犯人はまだ到着していないみたい。ここは駅だから、駅遅い。サラマンダーは本当に来るの？何？大丈夫、そうならちょうど手間が省ける。おとなしく捕まって。手加減をしない。カリューの欲勝ち。それは駅員に変装す。私の調査によると君はさ夏は乗り物。さっきの様子を見る限り夏が依頼所にあるサラマンダーじゃないならもう一人のサラマンダー。サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。本当はおいくらかしら？素敵なおじさんの。町の人たちの様子がおかしいみたい。カリューの方向。まあまあ、優しい。俺はフェアリーテイルの魔導士。さっきはありがとね。お礼にお昼一緒にどう？なんて見た目が。あ、人間じゃねえよ。そんなの街の中にいるはずがないでしょ。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。やめて、恥ずかしいから。確かあのサラマンダーは船でパーティーを開くって言ってた。依頼書に書いて。さすがサラマンダーさんだな。チャームにかかった女と。あいつらを全員売れば。今の話詳しく聞かせてもらうよ。フェアリーテールの魔導士だと。あ、待って、行っちゃった。私は自力で船に乗るしかないか。
あのパーティーなら参加できるのは女性だからよ。ここに女性に変…と…あ…どういたしまして。魔法教室に戻ったら…ダメだ。ルーシット、細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。ナッツは戦えない。小僧、人の船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。あ？逃げ切れた。依頼も終わったし、一度魔法教室に戻ろうかな。先生たちもいるだろうし。私の力で一瞬で魔法教室に帰らせるよ。さあ出発だ。やっと戻ってきたか。初めての依頼はどうだった？無事に帰ってこられたんだ。ちゃんと復讐をしておけ。とっさの時に慌てることのないようにな。わあ、だよね。よくやった。魔法は練習するほど強くなれる。これからも復讐を怠るなよ。そうだ、ギルドに加入してみないか。ギルドの仲間と高め合うのも強くなるための良い方法だぞ。なんだか最近、私からこう、この壁をきれいにしてくれないか。ここには私の似顔絵が描かれているんだ。それなのに壁が汚れてしまって見えない。未熟なタッチだが、私のかっこ、ここに重要な手紙が数通ある。必ず自分の手で受け取り人のところに届けてくれ。
ご苦労様。確かに受け取りました。ご苦労様。クール！もう準備できたぞ。待て！貴様は評議員の手紙を配達してんだろ？あいつら、俺たち闇ギルドの包囲討伐計画を立ててんじゃないだろうな？手加減をしよう。闇ギルドに襲われた？前に与えた仕事はよくこなしてくれたな。今回は特別に治安維持と規則違反をした魔導士ギルドか。さっき大聖堂の近くで怪しい魔導士を数人見かけたよ。そっち行ってみたら？だい、なんでこっち見てんだ。なんでその目は。やるつもりかよ。ワイドスライディング！だ！カリュウの炎！ワイドスライディング！開け！ジンバジュの扉！ナイパーライフル完走。ありがとうございます。おかげで彼らはもう来なくなるはずです。よし、行くよ。みんな頑張って。そうそう、凍りつけになった男が町で暴れ出して手がつけられないんだ。どうか奴を止めてくれ。数日前に占いに、そしたら変な男が現れ俺のパンツを奪いやがった。追いかけたら奴め。凍りづけ、くそ、絶対に許さねえぞ。カリュウの炎！さあ！助けてくれてありがとう。あの大男を凍りつかせた相手というのも心当たりがあるんだ。